はい、こんにちは、ハリーキーノです。今回はプラベ君のイージス指定になります。よろしくお願いします。プラベ君はね、そのエクバ2ずっとメッサーラ乗ってたんですけど、エクバ2の中盤かな、メッサーラ弱くなってからはエクバ2クローブ、あとは今作の前半かずっとイージス乗ってて、イージス 3,4 万戦ぐらい乗ってるのかな。多分全国で一番イージス乗ってるプレイヤーとは思います。でもこのキャラね、ちょっとなぜか下放されて、その特格の燃費が悪くなるのはいいんですけど、ゲロビがねマジ弱いんですよ。ゲロビは弱く戦取ってほしかったんやけどな。せっかく狙えたりこすったりできる武装やったのに、その強みが消されてしまったんで、とりあえず第1試合見ていきましょうか。相手はダブルオーとペイルライダーですね。で、相方はガンキャノンと、前作よくこの2人でイージスガンキャノンやってたんで、今回はそれでやってくれたんかな。で、中距離でメインを飛ばしつつ、着地はビームライフ取って、このやっぱイージスの強みといえば変形中のメインを曲げて当てたり着地狙ったり、あとはそのメインからキャンセルでゲロビをね出したりできるんで、あとは変形中はサブメインで変形解除しながらビーム2連射打って、誘導ギリあるんですよ。で、その後ビームライフキャンセル落下できるっていうのがついてるんで、とりあえず相方のガンキャノンと近くになるべくいるようにしてるね。タイマンタイマンは正直微妙なんで、イージスとガンキャノン。なんで、基本固まってタイマンはしないようにしてますね。ここメインヤルが当たらず、で、ペイルライダーがここで覚醒したんで、一旦着地して、完成上昇と。ペイルライダー対面来ると、そのレバ特射、アシカで出てくる、アシカのあれ分からんけど、ミサイルが近距離は強いんで、それを警戒して、で、ここで後ろを突角した後のホーミングメインと。このホーミングメインも強いんですよね。このホーミングで、変形メインをすると、そのホーミングって、向こうのブースト、相手が右にブーストしてたら、ホーミングメインってすると、その、相手の進行方向に合わせてフォーミングしてメイン打ってくれるんで、相手がその追ってきたりした時にフォーミングメインってするとそのカウンターで当てれるんですよね。あんな感じで、これがすごい近距離強くて、変形メインちょっと弱くなっちゃったんですけど、それでも近距離は強み健在ですね。そっからあとはゲロイもあるん でこう特角メイン当てていい感じに減らしてるな。相方がフル角で体力マックスなんで、てかガンキャノンなんで HP440、 おかしいやろそんな強いキャラじゃないぞ。で、ここはメイン特角で上飛んで、でメイン下角から前角でガリガリして角と合わせ、これはねどんだけ補正悪くても多段なんで、最低ダメージ保証で多分 3,40 ぐらい減るんじゃないかな、どんだけ補正悪くてもヒット数的に。で、ここでペイルライダー見て、ゲロビを捕まえミドルロックなんで当たらず、こうクロスバーストと。プラベックも全然ゲロビ打ってないでしょ。そのね、ゲロビがね、ほんまに弱いんですよ。発生も一緒だと思うんですけど、その、弾速がね、あ、うまい。これはうまいよ。見えへんところから変形メインが特殊で、しっかり当てていきましたね。相手のあがきにビーム打って、ブーカクスが外れましたが、しっかりダウン取りましたね。で、向こうダブルを覚醒してきてフル角なんで、ここはでもイージスが落ちても、多分負けないんで、で、ここでホーミングメインと。強いでしょ、ホーミングメイン。寄ってくる相手に。で、イージスの強みがこの高飛びっすね。高飛びすごい強いんで、しっかり着地して、N 得で最後上に上がってって、変形角度するかな。で、下角から、これね、割と下角から、多分、前角、掴むやつ、やって、掴むやつから、サブメインっていうキャンセルできるんで、サブメインで多分、あがこうとしてたんかな。まあでも、コスト的にこっちが選んで、フィニッシュで勝ちましたね。では、第2試合見ていきましょう。第2試合は対面、インジャと X3 と。インジャは修正前なんで、これはどうすんのかな。これでも、インジャが突角したん見てから逆にホーミングメインとかしたら迎撃できるんかな。自分も食らいそうだけど、まず見ていきましょうか。ホーミングメインで着地取って、
着地じゃないな、曲げ打ちちゃんとして強いな、ホーミングメインのこの強みが分かるっしょ。基本的にはでもそんな昔より変形は多用してないですね。多分特化のブースト燃費が悪くなったせいだとは思うんですけど、着地して、これでもやっぱ狙うのがやっぱチャージね、チャージは当たらんかったし、ホーミングメインも当たらなかったけど、なんとかノーダメでしのぎましたね。でここも格闘フルが迎撃されて痛いの食らうけど、向こうコンボしっかりしてんな。で起き上がりチャージと、起き上がりチャージからん、これはなんだ、格闘か、格闘してしっかり迎撃しましたね。でも X3 も減ってるんで、忍者すごいとこあったな。とりあえず格闘振りまくって、これ当たったか、まあ、ここは別に振りまくって抜けたらいいんで、抜けてでゲロビスが当たらずそのまま落とされてしまうと。まあでも相方フル角あるんで、このフルで X3 をしばいてくれたら流れはもっと良くなるんですが、ここで忍者に変形メイン当てて状況は結構有利かな。相方覚醒したんで、この覚醒を X3 にやってくれるんで、忍者ダウンさしといて、変形メインがうまいね。この変形メインも誘導下がったから曲げ打ち難しくなったんですけど、さすがに3万線4万線乗ってたらうまいね。でメインから特射して、でホーミングメインするが当たらず、当たらんねんなあれ。で近距離曲げ打ち、普通の曲げ打ちでフィニッシュと。やっぱ変形メインの精度が高いな、このキャラ。変形メイン当てれんと何もできないんで、あとは曲げ打ちとかホーミングダッシュメインがちょっと怖いのであれば、まあ、対面しててね、まあイージス出てこないですけど、あの前部して完成上昇、上から行けばイージス当てる武装ないんで、そういう近づき方してもですね。基本相手を追うときはそう完成上昇せずにブースト吹かせって言うんですけど、まあイージス2000なんで、そういう追い方でいいと思います。では第3試合ですね。第3試合、対面がハイニューとアースリー、こっちは相方ハイニューですね。それでは見ていきましょう。これはでも修正前のハイニューやから避けれんか、変形してたら避けれるか、ガチャガチャしてたらなんか当たりそうな気はするんですけど、近くのジュピター部に変形メインしようとするがちょっと危ないと思って角度変えましたね。で前角でガリガリして、これ下角、下角というか下派生の射撃派生やったかな。でも当たってな、ファンネル強えな。今修正されてファンネルだいぶ弱くなったんで、今やったら当たらんかな。で下角は射撃消すん でコンボして、こっから横めっちゃ振るね、めっちゃっていうか迎撃されて、で前方がアースリー半分減らしてくれてるから、これはでも3025対3200で半分半分減り合ってた場合、やっぱ3025の方が不利なんで、この状況は B よりですね。多分ジュピター部このキャラきついんよな、マシンガンやから張り付かれると。ゲロビガード見事やったが、ここは減りたくないんでメイン当てれましたね。で特化クレ逃げてステップ踏んで、ここはハイニューがハイニュー抑えてくれてるんで特にやることなし、遠距離で変形メインを適当に巻くぐらいか。ハイニューが近づいてきたんで、ここは完成上昇に逃げますね。この距離だったら完成上昇でいいんで。で相手が建物で、おっとここは変形メインがうまいぞ。しかもあれ建物でブースト回復しなかったのかわいそうだったな、やから多分覚醒したんやろうけど、ここ迎撃されるが相方がもうちょっとで覚醒たまるか。ここ履いて渡したいけどな。ここは格闘からコンボを何してくれる、普通のコンボするか、火力高そうなコンボやな。まあまあ、お格差だ、自爆する、自爆する、さすがにせんか、うん、せんわな、うん、しないですね。で相方も覚醒ちゃんと成功させてくれてるから、でもアースリー取れてないな、覚醒したけど。まあアースリーの逃げ性能はかなり高いんで、でも範囲を減らせてるからこれはかなり有利やぞ。イージスはさっき落ちしてもいいけど、そんなすぐ、おお、うまい、この距離で曲げるのすごいな。この距離で曲げて当てられたらたまったもんじゃないですね。ここはでも相手の最後の覚醒があると思うんで、あ、でももうないか、まだないか、覚醒落ちしたから、いや、あるんか。アースリーがとりあえず押したら確実にあると思うんですけど、
最後メインから特射でフィニッシュと。これもうまいな。こういうなんか赤ロコゾンから出すゲロビはやっぱまだ強いんですけど、着地取んのが無理ですね。弾速が遅いんで。以上、プラベ君のイージス視点になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。